リーのトリビアコーチャー、イエーイ。サルサソースってあるじゃない。そのサルサってソースって意味なんだって。つまりソースソースって言っちゃってるわけよ。Unbelievable! じゃあまた来週。ご機嫌いかがですか？バニラエースです。先日3月12日に岡山でゲームインパクトのイベント、レトロゲームで遊び場 in 岡山が開催されました。今回はその時の購入品ネスモスボックスを現地開封している模様をご覧いただきます。それではご覧ください。はい、バニラエースです。ゲームインパクトのねイベント来ておりまして、ネスモスボックス1万ということで1万円の福袋がありましたのでね、購入してみました。今からね開封してみたいと思います。現地開封でございます。お、紙袋に分かれている、あ、わけではなく、はい、あ、やっぱ黒いね袋の中に入ってますね。はい、ちょっとねうっすら透けて見えたりするので、ちょっとそれは、透けないような角度にしといて開けてみましょう。いや、1万円のね福袋がねあると思ってなかったのでちょっと嬉しいです。よいしょ。ちょっと見えちゃってる。なんでしょうねこれ、ディスク系であることは間違いないですね。はい、じゃあ行ってみましょう。ドン。おっと、引っかかってる。ドン。あ、気合弾ダブルオー、なんだこれ。あ、すげえ、 CD ロムロムだ。いや知らないこのゲーム。 PC エンジン疎いんであれなんですけど、なんかすごい、なんかいいですね。私ロボットアニメとか大好きなんで。これは何のゲームだ。シューティング、横シューなのかな。はい、いいですね。なんかはい、これちょっといいものが手に入りました。まず一つ目は、気合弾ダブルオーですね。はい、ということは今回の福袋は CD ロムロムなのかな。じゃあ2本目がドン。あ、これはキャル3ですね。はい、これはあれですね、いわゆる美少女ソフトの、まあ、家庭用版に移植されてちょっとまろやかになった感じの、怪奇じゃなくなった感じのゲームですね。アドベンチャーゲームかと思います。はい、わすごいなこれも。さあ続いていってみましょうね。で3本目、これで最後ですね。じゃ最後はこちら、お、もっとときめきメモリアルですね。いや、ときめきメモリアルのファンディスクみたいな感じなのかな。すごいですねこれ。またこういうの逆にレアなんだろうな多分な。これも、CD ロムロムなのかな、 CD なのかな。ちょっと判別がつかないのでちょっとこれ調べてやるようにしときますね。はい、いや結構ね手に入れるのが難しい3本なんじゃないですかね。ちょっとCD ロムロムだとすると私持ってないので、ちょっと本体をねどうにかして手に入れていきたいと思います。ということでネスモスボックス1万の開封でした。はい、バニラエースでございます。ゲームインパクトのねイベント来ておりまして、ネスモスボックス3000というのを買いましたんで、こちらね開封していきたいと思います。
箱をね返さなきゃいけないんですよ、はい、でね現地で開封ということになっております。ということでね、まずは箱から取り出します。ドン。あ、はい、プチプチが入っておりまして、おっと今回はディスク系アーチかな、あディスク系かな、はい、2枚ぐらい入ってるのかな、はい、ちょっとね開けてみたいと思います。ちょっと一部チラ見しておりますけども、まあそれはちょっと良しとしましょう。はい、じゃあ一つ目はこちら、お PC エンジン、これヒューカードになるのかな、上海ですね、はい、パズルゲームですね。いや上海は結構面白いと思います、はい、このねラベルがめちゃめちゃ渋いですね、はい、じゃあ続いてはこちら、おすげえいいスワン2出てきた、遊べないけど実機がね、実機がでもこれはいいですね、いやイース欲しかったんですよ、あのコレクションアイテムとしてね、ちょっとイース1、2、3ぐらいはね持ってきたかったんで、これはいいな、はい、アクション RPG ですね、はい、続いてはこちら、ミツバチ学園、これも PC エンジンの CD ロムロムだ、なんか怪しい感じだな、なんだ麻雀ゲームか、なんだこれ、熱血青春ずっこけアイドルストーリーの始まりだって書いてますね、なんかよくわからないですね、なんか育成シミュレーション的なものですかねこれね、はい、ということで3本目ミツバチ学園でした。ちょっとなんかちょっと期待させるタイトルですけど、まあ多分そんなに過激ではないんでしょうね、はい、ということで CD ロムじゃなかった PC エンジンのソフト3本でした。はい、それではねネスモス3000もう一箱買いましたんでね、現地開封行ってみたいと思います。で一番ね残ってるやつで重いやつをね選びました。はい、箱はね下に置いておきまして、あディスク系なんですね、もしかしたらまた PC エンジンとかかもしれませんね、ちょっと期待をしております。はい、さあ3000円、何が出てくるでしょうか。よいしょ、おガイアの紋章、あ PC エンジンですねやっぱり、あヒューカードだ、よかったヒューカード、ヒューカードなら遊べる、はい、なんか皆さんガイアの紋章について何か補足説明ある方いらっしゃいますか。私は知らないです、ガイアの紋章面白い PC エンジンやっぱちょっと皆さん詳しくないみたいですね、はい、ちょっとこれはねあのレトロフリーク読めるんでゲーム画面出しておきますね、はい、じゃあ次が、あ3本入ってますね、で2本目がこちら、頑張れゴルフボーイズということで、これもあヒューカードですね、はい、まあこれはまあ多分ゴルフゲームだと思います、はい、4人プレイも OK って書いてますね、はい、そんなに友達いないですけどね、はい、ということで最後の1本はこちら、おこれすごいんじゃないですか、 CD ロムロムコズミックファンタジーのこれ1ですよね多分ね、なんかいろいろありましたねこれね、ちょっとお色気シーンがあるやつですよねこれ、これですね、はい、はい、ということでこれ3000円でこれ安いんじゃないですか、これ結構いいのが出てきたと思います、はい、ということで以上、ネスモスボックス3000でした。いかがだったでしょうか。今回はゲームインパクトのイベントの時に購入いたしましたネスモスボックスの現地開封の模様をお送りいたしました。まあ、今回開けたね3つのネスモスボックスなんですけども、どの箱からもね PC エンジンのソフトが出てきました。でヒューカードはね遊ぶ環境あるんですけども、 CD ロムロムはね遊ぶ環境がないんでちょっと残念な気持ちになってるんですが、まあ、今回ねいい機会なので今年中にでもね遊ぶ環境ね整えていきたいなっていう風にね思っております。でそれからね今回のイベントなんですけども、いつも以上にいろいろ買ってきております。はい、このね袋いっぱいにもうね
画面に入りきらないぐらい大きい袋なんですけども、それいっぱいにいろいろ買ってきておりますので、今後何度かに分けて、まあ、その時の購入品をね、紹介していきますので、お楽しみに。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では次回の動画、次回の配信でお会いしましょう。バイなら。